はい、マッシーです。本日はですね、ジャズジャパンという雑誌を応援しようという動画でございます。ジャズの専門誌といえば、古くはですね、このスイングジャーナル、オーディオ関連のですね、記事も充実していましたんで、昔読んでたなんて方はとても多いんじゃないかと思います。1947年に創刊、2010年に休刊となりました。そのですね、最後の編集長の三森隆文さんという方がですね、休刊した2010年すぐに立ち上げたのがですね、このジャズジャパンという雑誌なんでございます。こちらですね。ところがですね、この7月63歳でですね、この三森さんが急死してしまったんであります。ご家族がいらっしゃらないっていうことで、引き継ぎ等が難航しまして、2ヶ月遅れで先月ようやくですね、この雑誌が発刊されました。残念ですが、このジャズジャパンはこの号がですね、最終号ということで休刊ということになりました。しかしですね、この編集部にいた佐藤さんという方がですね、私費を投げ打ってですね、新しいですね、雑誌を立ち上げまして、今度ジャズインという雑誌でまたですね、発刊が続くことになりました。私はですね、1年ほど前にですね、この雑誌を購入し始めて、寺島さんの連載に載せていただいたり、記事広告も1回やっております。もちろんですね、この編集の佐藤さんとは面識があります。応援したいんであります。佐藤さんのですね、この号のですね、編集後期をちょっと読み上げてみます。6月21日の155号リリースから約3ヶ月ぶりの発売となったジャズジャパン最終号。この間に起こった数々の出来事は今でも現実かと疑いたくなるほどで、その暗中模索の中で何とか発刊にこぎつけられたのはほとんど奇跡ではないかと思えてくる。三森の死とその後に突きつけられた厳しい現実の中で、都度相談に乗っていただき、惜しみない支援をいただいたスイングジャーナル時代からの古参のライターの方々、ジャズ関係者の皆様、新興ミュージックの皆様にはお礼の言葉も見当たらない。そして2ヶ月遅れのリリースとなってしまったにもかかわらず、引き続きの掲載を快諾していただいたアーティストの皆様や関係者の方々にも心より御礼申し上げます。とにもかくにも、ジャズジャパン最終号の発刊とその後の後継誌への道筋を見出すことができた。これからもジャズと共に生きていく。こういうですね、佐藤さんの編集後記があります。ジャズファン、オーディオファンの皆様、ぜひですね、このジャズジャパン最終号をですね、Amazon だとか、それからお近くの最寄りの書店でですね、ぜひ買ってあげてください。それからですね、オーディオメーカーの各社の方々、もし見ていましたら、ぜひですね、広告等でですね、協力してあげてください。お金を出すだけではなくてですね、口も出していただいて、このですね、新しいジャズインという雑誌のオーディオ関連の記事をですね、充実させていったらですね、一番面白いんじゃないかと私は思っているわけです。ぜひですね、まずこのジャズジャパン最終号を購入いただいて、その後発刊されるジャズインをですね、皆さんで応援して盛り上げていただけたら私は嬉しいです。ぜひですね、このジャズジャパンとジャズインをです、応援よろしくお願いいたします。